きが集まる隅田のローカルメディアすきすみは、区民の皆さんが情報発信できる自由投稿掲示板を設けています。そこでこのすきすみニュースでは、自由投稿掲示板に皆さんからお寄せいただいた情報をピックアップしてニュース形式でご紹介していきます。まずは自由投稿掲示板に掲載された情報の中からこちらのイベントをご紹介します。8月24日墨田区総合体育館をメイン会場に、パラリンピックの競技が無料で体験できるイベント、東京2020レッツゴーゴー with 墨田が開催されました。来年の8月25日に開幕する東京パラリンピックでは、22の競技540種目が行われ、史上最多の4400人の選手が参加する予定です。このイベントでは車椅子バスケットボールやボッチャなど15の競技体験ができるブースを用意。会場を訪れた方にパラリンピック競技への理解や関心を高めてもらおうと開催されました。イベントに先立って行われたオープニングセレモニーでは、東京2020組織委員会の関係者や山本区長などが挨拶。パラリンピックのレガシー、パラアスリートとともに大会の成功を願いました。会場には視覚障害のある選手が鈴の入ったボールを投げ合い競技するゴールボールや、腕や上半身のみで走行する自転車競技の体験、さらに墨田区出身のパラパワーリフティング選手三浦博さんが指導するパワーリフティング体験などのブースが並び、家族連れを中心にした来場者はパラリンピック競技の楽しさや難しさなどを肌で感じているようでした。想像以上に疲れました。普段の自転車とは違って、手で回してたので結構大変でした。車椅子バスケットではなんかコントロールの仕方が難しかったりするので、ボールを投げたりするときにすごい力をいると思いました。8月24日と25日の2日間墨田北斎美術館でデジタル版画で北斎をスローと題したワークショップが開かれました。今日版画としては非常にプロと同じ7色。このイベントは青少年の健全育成に携わる両中地区青少年育成委員会と亀沢にある印刷会社株式会社参考の共催で行われたもの。区ゆかりの絵師葛飾北斎と墨田のものづくりを通して子どもたちにクリエイティブな感性を高めてもらおうと、2016年から継続的に行われています。この作品のタイトルって知ってますか？ワークショップはまず墨田北斎美術館の学芸員が北斎作品やその生涯を解説するミニ講座からスタート。片付けをしないで引っ越しをしてたんじゃないかっていうふうにも言われています。その後は本番、最新のデジタル技術で作成されたデジタル版木を使って北斎作品神奈川沖浪浦の版画制作です。これやると戻ってくる新しいね、うん。参加した子どもたちは版木への絵の具の塗り方から台紙への写し方など版画の作業工程を教わりながら真剣な面持ちで取り組んでいました。どうだ、あちょっとこの薄いな。思ったより難しくて、昔の人はこうやってなんか作っていてすごいなと思いました。すごく楽しくて、そのいろいろなコツが分かったり、北斎の気持ちになれて良かったと思います。墨田ものづくり探検ということを、ここ3年続けておるんですけれども、これに沿いましてですね、しばらく墨田の産業とかものづくりの関係のことを少し続けていきたいなと思っております。続いてはこれから開催予定のイベントやサークルの仲間募集などの情報をピックアップしてご紹介します。僕たち墨田子ども PR 大使は10月5日6日に錦糸公園墨田総合体育館で開催される墨田祭り子ども祭りに参加します。この
の会場で隅田祭り、子ども祭りの魅力を SNS で発信したり、隅田子ども PR 大使版ウィークリー隅田の公開収録を行います。皆さんもぜひ遊びに来てください。待ってます。さて、今回引きすみニュースいかがでしたか。引きすみの自由投稿掲示板では皆さんからの投稿をお待ちしています。投稿内容はイベントの開催予定やお店情報、サークルの仲間募集など墨田区に関する情報であれば何でも OK。 お気軽に情報をお寄せください。